はい、えー、テレスラジーの白川です。えー、今日はですね、あのー、 え、何をしているのかわからないと、え、いう方ですね。え、そういう人のためにですね、ちょっと語っていきたいなと思いますね。うちのホームページがね、新しく一新されて、で、まあ、あの、遠方の方もですね、フォローしますよというふうなことをあげましたら、もう早速ですね、え、神奈川県の方からね、え、ちょっとお問い合わせがもう来ましたね。他のスポーツをやってて、まあ、テニスの方のことをやっていきたいと、まあ、本格的にやりたいということらしいですね。でも一体何したらいいのと、こういうことらしいですね。で、まあ、他のね、えっ、ー、と、別の方もね、 あの、てね、そう、あの、全然、こう、保護者、こう、わかんないですね。で、何をしていいかわかんないですね。えー、えー、どうしたらいいのかなっていう、そういうふうなことのね、ご相談が、こうね、こう、あるんですよね。まあ、そこでですね、ちょっと、あの、まあ、実際に、こう、メールでね、やり取りしてね。 で、私の方からね、じゃあ、これで、ちょっと、あの、こんなの提出してください。あんなの提出してください。とかで、こう、あの、実際にこう、あの、話し合いながらね、こう、進めていくんですね。えー、主にもらうのはね、成長曲線ですね。成長曲線をいただいてますね。それによって、まあ、その子の成長がどの辺の後にいるのかなっていうところからまず始めていかないと、しょうがないですね。それ見ると、大体ね、えー、身長がだいたい何センチぐらいなのかなとか、そういうのもだんだん分かってくるし、えー、グラフの付け方によっては、大体こう、食生活的なこととか、なんか、 この辺のも実は、ね、あれ見えてくるんですよ。あのね、だからそういうのからね、ちょっと判断していって、えー、今後どうしようかなと、えー、いうことをあの伝えていくんですね。で、あの、まずその、えー、まずあの自分のね、えっ、ー、と、お子さんま、まず自分にね、えっ、ー、と、じゃ才能があるのかな、まあ。みんなこう思いますよね。テニスできるんだろうか、ですね。えー、その辺もですね、えっ、ー、と、7つのコーディネーションっていうのがあるんですね。7つのコーディネーションからですね、あの、ちょっと、えー、引っ張っていって、で、こちらの方からね、 あの、その、コーディネーションのね、調べ方をね、こう、あの、連絡していくんですよ。これちょっと調べてもらいますかで、ね、あれ調べてもらいますかえ。そうするとね、大体ね、死質が見えてきます。ですね。で、その子供の資質、自分の資質が見えてきたら、え、何をすべきかも、だん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 こう見えてくるんですよね。 で、次にね、取り巻く環境ね、これをね、ずっとこう話していくんですね。で、えっ、ー、と、周りどんな人がいるのっていうところがね、どんなレベルなのっていうところですね。で、まあ実際このテニスなんか始めた人なんかね、えっ、ー、と、どこのスクールがいいのかどうかわかんないでしょ。ね。なので、ね、そっからこう始めていかなきゃいけないんですね。で、もう正直ね、あの、あの、もうとんでもないお遊びのスクールから始めるとね、もう申し訳ない。あの、かなり時間ロスですね。 なので、できたらその辺に関しては、あの、やっぱり本格的にやってるとこをや、あの、の入れ入れればいいんだろうけど、わかんないでしょ、ですね。なので、こちらの方からその地域のね、こう調査をしてね、あの、えー、このスクールがいいんじゃないの、あのスクールがいいんじゃないのっていうふうなことも、大体こうね、アドバイスもできるんですよね。<laughs> えー、そんな感じでですね、えっ、ー、と、まずね、あの、何をしていいかわかんないのっていうね、まあ、初心者の人はまあそんな感じですよね。で、ある程度、このレベルまで上がってきてくるとですね、あの、 ま、あ試合は出てんだけど、全然勝てないねっていうふうな人はね、あの、多くはね、このね、自分のね、こう目の前のね、あの、なんて言うんだろう、技術とか、ええー、そういうのしかこう、こう目の前のしかこう見てないんですよね。で、あの、一つのね、こうテねジュニアのテニスのっていうのは、まあ、こう皆さの皆さんが突き進む道はね、おっきな大海原と思ってもいいですね、こう海の中ね。海のこ,こう漂ってるんですよね。で、その海の中のどこにいるのとこういうのね、そこがわかんないとダメなんですよね。で、 ま、あこれね、これ雰囲気的なもんなんですけどね。あのね、まあ、それをね、まず掴むためにはね、えー、正のループと負のループというのをね、えっ、ー、とね、前にも言ったんだけども、あの、そこをね、ちょっと考えてもらうんですよね。 あの、強い子は、えー、なんてうんですか、あの、強くなったらね、ま、周りからね、こう、声がかかってね、一緒に練習しようよ、とか言ってね、どん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 こう、上手くなっていくんですね。で、えっ、ー、とね、負のループっていうのはね、上手くならないからね、誰からも声かかんないしね、練習相手もこう、いなくなるしね、クラスも上がれないしね。で、強いスクールに行こうと思ってもね、あの、<laughs> あのレベルが低いとね、上のクラス入れてくれないんですよ。必ず下のあのとこいられるんですよね。そうなったも,、ね、もう2っちも3っちも行かなくなると言うんですね。で、そんなのをやっていくと、その自分 のいるる海の位置がわかるんですよこうね、あ、私はちょっと非常に危険な海にいるなってね。で、そのためにはどういう風にすればいいんだろうって、こういう考えるんですね。だから、生のループにじゃあどう乗せればいいのとかね。そうするとね、だん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 ,だんだん行動も見えてくるんですよね。えー、っと、まあ、とりあえず、あの、えー、レベルを上げないと、すぐ、すぐレベルを上げないと、えー、いいクラスに入れてくれない。例えば、あの、そうですね、あの、 えっと、まあ、目標とするクラスがあるとするじゃないですか、強いクラス。あのクラスに入れてみるのはどうしたらいいんだろうかな、待ってても無理だろうな、と思うんだったら、例えば、えっ、ー、と、プライベートレッスンを増やすとか、えっ、ー、と、なん、なんですかね、えっ、ー、と、まあ、その工事にね、別の、まあ、その別の何でもいいんだけど、工事そんで相談して、そのクラスに入るのは何をしていいんですか、っていうふうなことをこう相談して、あのね、やっぱりね、集中すべきところってあるんですよ。ここね。 ね。だから、このカンと集中して、とにかくあそこにまず入れよう。ねえー、で、えそういう風なことですね。それがねえ、海の抜け方なんですよね。ねで、まず、そのクラスにね、例えばね、うまくこうレベルアップして、えー、うまくそのクラスに入るじゃないですか。入るとするじゃないですか。その練習相手いるでしょ。そうしたら、とりあえずはこう打てる風になるじゃないですか。ですね。えそういう感じで、なん,ていうんですかね、この、渡っていき方ってあるんですよ。 ね、そのためには自分の立場がどうなってんのをもうね、大まかにするんだったらね、正のループか負のループか。 うちの子は前の子は練習してくれる子なのか、練習してくれないのか、強いところに入れるのか、どうなのか、で、そこからちょっと考えていったらですね、えっ、ー、と、この抜け方というんですかね、えー、そういうのがこう見えてくるんですね。でね、えー、もうね、全然こうね、それがわかんない人ね、もう単に普通のスクールに行って、もうやってるだけみたいなね。で、あの、悪くないんですよ。元々のその、なんていうか、その子の、えっ、ー、と、資質そのものがテレス向きでね、なんかこう揃ってるんだったら、なんか、 入れてたら自然に強くなったなーっていう子もいるから自然に性のループに行っちゃうんですよね。そんな子はいいですよ。ね、でも、何ですかもう中にはね、どう考えてもお前格闘家向きだなーみたいなのがいるじゃないですか。お前どう考えても陸上向きだよなーとかね。で、そんな子がね、テニスやってるとね、あの、やっぱりこう遠回りしちゃうことが結構多いんですよ。ね で、ちなみにね、陸上向き、格闘向きが、だから、テニスダメってことないんですよ。その子らその子らへの施術ね、武器あるんですよ。ね、だその武器の、を、うまくテニス向きにね、変換してあげなきゃいけないんですね。そうすると、うまくいくんですよ。今までね、えー、陸上向きでどう考えても、あの、テニス向きじゃない子ね、プロになったんでね。あのね、あの、その会のその金量とか、その結構あるんですよ。そこをどう活かすかとかねな。そういう、そういうね、なんていうの、こう、抜け方ですよね。で、そこをやっぱりこう、考えていくということが大事ですよね。 で、さっき言った、その、負のループにこう、こっちゃった場合ね、これね、やっぱりね、あのー、えー、社会でも言えますよね。例えばもうお金持ちはね、もう何やってもどん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 いい話は来るし、どん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 ,どんお金も増えていくと、え、<laughs> いうことですね。で、お金ない人はね、 あの、ま、あの、無駄に打ち出費だばっかり言ってね、もう上に上がろうとしてもね、もう上がりようがないと、えー、いうことですね。で、そういう人はじゃあどうしたらいいのかって、やっぱり、とりあえず、もう投資とかそんなんじゃなくて、まず、なんかで年収を上げて、そこが頑張らなきゃいけないよね。で、それをまあ、例えば、何千万枚、とりあえずまず上げようとかね、そんなことしなきゃダメじゃないですか。それと同じことがスポーツの中でもあると、えー、いうことですね。なんか、社会みんな同じだなという感じがしますよね。 ね、あの、まあ、何をしてたらいいのっていうね、またこの話戻るんだけど、そういう感じでね、どううんですよ。あの、どうしてもね、テニスの技術だけをこう見ちゃうんだけど、テニスの技術だけを見るんじゃなくて、その、周りの人たちね、えー、をちょっと見てもらって、で、自分が、あの、どの、どのレベルの立場にいるのか、 そして、その中で練習していったら、自分は上がれるのかどうかとかね、そういうふうなことをね、広い目でね、あの、こう見ていったら、えー、っとね、何をすべきかっていうのがだんだん見えてくるんですよ。ね。 で、結論言えば、その、テニスの技術だけを見るんじゃなくて、技術だけとか見るんだったら、もうね、7つのコーディネーションから調べてもらって、えー、やっていったら、えっ、ー、と、自分の技術が、えー、伸びる部分と、えー、伸びない部分とってのこうだんだんこう見えてくるし、あのー、問題はそこで解決してくると思います。また成長曲線とかインボディ見ていけば、あの、成長のペースが見えるんで、えー、それにあたって、今はちょっとまだ我慢かなとかね、えー、そろそろ、あのー、 例えばスパートかなって、こういうのもだんだん見えてきますね。だから体と技術はそこで見えてきます。でも、あの大きいのはね、やっぱりね,、えー、とね、渡る海のね、海全体を知ることね、えー、それが大事です。それをね、なんかね、どういうんだろう、自然に知ってる保護者っていうのは、こううまく導いていって、トップにポーンとこう、掘り込むんですね。だからマネージメントうまいんですよ。 だから、マネージメントがね、ちょっとね、その辺が疎い人は、ちょっとそこ注意した方がいいですね。なので、もう一回言うと、えー、と、あとはもう、えー、さっき言ったこの、 あの、技術と、外体のことと、それともう一つは自分のいる、えー、環境周りを見て、えー、クラブとか人をずーっとこう見てみて、どんなレベルなんだろう。で、自分のいるところからワンステップするんだったら、あの、どんなクラス、どんなことを練習すればいいんだろう。で、その子たちは練習してくれるんだろうか、とかね。えー、そこから考えていけば、だん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 ね、その、海の中のね、自分の位置がわかります。すね。 えー、そうすると、することも見えるということですね。えー、技術だけじゃなくて、えー、あと体と、それと周りのね、環境の見方ね、そこもちょっとね、えー、と見るね、えー、力をね、つけてください。そうすると、あのー、何ですかね、やることがね、えー、見えてくると思います,す、ねえー。全国からね、いろんなご相談ね、無料でね、受けてますのでね、えー、何かありましたらね、メールとかね、いただいたらね、お答えできると思いますので、えー、皆さん頑張ってください。では